はい、いつもありがとうございます。企業家の専門家書ブラッシュアップのマーガーリオです。ここは顔でグッドラケーションの一人ごと、今回もよろしくお願いします。今日はね、昔話をちょっとさせてほしいなと。はい。これからね、何かやろうとか、今置かれている状況、環境に、まあ、不満だったりする人のお役に立てればいいなと思って、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけどね、お話をさせていただきたいなと思ってます。僕は告白してる時、大学の時からまあ会社ごっこみたいなことをやり始めたんですね。で、今42なんで、まあ、そこから22年間経ってるわけなんですが、まあ、僕には大きな転機っていうのがいくつかあったんですけど、大学卒業する年に、まあ、たまたま騙されて喫茶店の権利を買わされて、それやらなきゃいけないかったんだけど、その喫茶店が、まあ、経験もないし、まあ、僕の周り大学生ばっかりでしたから、そもそも朝早く起きられないし、時間通りに店を開けれないしみたいな風で、まあ毎月どんぐらいの赤字を垂れ流すんだっていうぐらいですね、赤字を垂れ流したりとかしてながら、まあ、赤字を垂れ流してますから、他のビジネスで稼がなきゃいけないよなっていうことで、いろんなことやってたんです。当時はね、クラブとかディスクを貸し切って、パーティーチケットを売ってね、そこでまあ要はチケットを売って、まあ、それが売り上げですよね。でそこから箱代払って、ショーのゲストだったり、そういう人たちにギャラ払ったりだとかして、残ったのが利益なんだみたいな、そんなビジネスやってたり、あと夜の店で商売向けの人材派遣やってたんですよ。まだキャバクラとかなくて、スナックとかさ、ラウンジみたいなところに派遣してたりだとか、まあ、いろんなことやってたし、メンバーの中には車関係が得意で好きなやつもいたから、ブローカーみたいなことねやったりだとか、まあ考えられることを弁当の宅配やったりだとか、まあいろんなことやってたんですけど、結果的にまあどれも中途半端で、まあ本当に22の時ですか、22、23、そのあたりっていうのは何やってんだろうな俺と、就職もしないで、まあ就職できなかったんだよね、就職活動もしてなかったし、まあその会社ごこうやってたおかげでもうちょっと言葉悪いんだけど、当時僕たちの初任給っていくらだったんだろう、20万あったのかないのかわからないんですけど、それぐらいの給料もらってても、もう生活していけないっていうような事態で、22の時ってそんだけお金の出入りが激しくて、だからまあ就職するのも無理だし、まあ何やっていいかもよく分かんなかったしね、いろんな思いが、まあ、自分の中でも錯綜していて、まあ最終的にまあだらだらそんなことやってたわけなんですけど、そんな時にたまたまその一緒にビジネスをやってた、さっき言ったクラブだったらリスクを貸し切って、その一緒にイベントのプロデューサーをやってた僕ともう一人のその相方が、まあ、日本でもね、一番大きなある広告代理店の仕事を取ってきたっていうよりも、大きなイベントが名古屋であるんだと、25年に1回っていうイベントだったんですけど、で今、まあ、これが本体で、ここまでが、その会社のグループ会社、まあ、他にもグループ会社っていくつかあったんですけど、まあ いろんなところも、まあ、手伝いながら、まあ、そのこの大きいグループのグループ会社の一社が、まあ、運営をすると、そのイベントので、ここで若いやつを探してると、で僕が来ないかって言われたんだけど、僕忙しいんで、まあちゃんだからまあちゃん暇じゃん、暇じゃないんだけど、代わりに行ってくれないって言われて行ったわけですよ。で、まあ、よっぽど人いなかったんだろうね、面接に行ったら、でも明日から来てと。でそれまで そういう業界にその所属してたり絡んだこともなかったんで、初めてこれがですね、僕はまあだから個人事業主だったわけなんで、いや実は個人事業主で、いや構わないよ、個人事業主契約でいいから、そのままこのプロジェクトメンバーに入ってくれよっていうことで、まあ、入ったんですけど、まあある意味、まあ、下請けですよね。そう雇われるみたいな経験もなかったんで、右も左もよく分からなくて、ただまあ体育会系だし上下関係は分かってたんでね、まあ、そうは言いながらも、例えばその当時はまだパソコンがなくて、オアシスとかさ
携帯電話も本当に高価だった、まあ、時代だったんですけど、まあ、約今から20年弱ぐらいですよね。その、まあ、昔ですよ。昔話ですよ。携帯電話がまだレンタルの時だったからさ。で、まあ、ここに入った時に、実は、ここから下っていうのはもう外注の会社になるわけで、ここからまあ大きなね、制作プロダクションって言われてるところがまあ何社あって、その制作プロダクションの下に制作会社だったり、例えば派遣会社だったりっていうのが、まあ照明だったり音響だったり、まああらゆるそういう専門的な、まあ専門的なね、まあ仕事をされてる方たちっていうふうに、まあこういうピラミッド構造に業界はなってるわけですよね。で、当然ここにまあまあ個人、そこで働いてるまあ個人がまあ所属してるわけなんですけど、僕と同じ年でもう業界のキャリアが何年もあるっていう子が一人いたんです、ここに。で、この子はこの人のこともよく知ってるし、この人のこともよく知ってるし、ここの本部のこの人のこともよく知ってるわけです。僕を直接雇ってくれた当時のプロデューサーで、本当に僕はこの方にお世話になったんですけど、だけどこの子っていうのは所属がこの専門会社、ある派遣会社の要は1バイトだったわけですよ、当時。けど僕はこの子よりも知識も経験も実績もなくて、人脈もないんだけど、僕はここの運営メンバーの一人だったんですよね。ねえ、逆の立場だったら分かると思うんだけど、面白くないよね。同じ年で、この子から見たら、お前誰と、なんでいきなりそのとこにいんのって。で、全然仕事できない。まあ、昔の動画で話したかもしれないけどさ、それこそ、当時コピー機って相当がなかったから、100ページのマニュアルを100部作ってこいって言われたら、床に並べてたのよ。で、分厚いその書類をさ、ポンポンってやって、ホッチキスで止めて、製本するみたいな。けど、不器用なんだよ、ストレートに言うと。そんなことできないんだよ、器用なこと。で、その作ったマニュアルが汚いって捨てられたりさ、まあ、いろんなことがあったんだけど、はっきり言ったらそういう細かい仕事からいい加減適当でできないし、企画書が書けないわ、現場に行っても専門用語がわからない、紙で袖で待機してって言われても紙手がわからない。まあ、当時はまださ、この現場にいる人たちって蹴飛ばしたり殴ったりだとかしてもいい時代だったので、それ言うとまた誤解があるけど、まあね、本当僕もね、どんだけ泣いたか分かんないですよ。ちなみに当時のその待遇っていうのは、まあじゃあ1ヶ月16万ねとかって、多分16万って言われたと思うんですよね、1ヶ月で。勤務時間って24時間30日ですよ。で、好きな時に飯は食えねえわ、上の人が飯にしようっていう限り飯は食えねえわ、家には帰れねえわ、まあ、そのたまに帰れる時はね、深夜タクシーチケットとかもらって、まあ、いい時代だったなと思うんですけど、でも帰るんだけども、次の日また早朝から仕込みをしなきゃいけないとか、まあ、相当大きなイベントだったんで、まあ、本当大変だったんですよ。で、まあ、そんな中で、なんか肩身は狭いわ。それこの辺の人たちからしてみても、お前誰って思ってるわけだし、なんで自分たちよりも、まあ、できないし、若いやつが、例えばこの辺の人たちからしてもね、仮にも僕はその運営本部のメンバーなので、序列で言ったら僕の方が偉いわけですよ。そんな立場でですよ。まだ23、4ぐらいだったと思うんですけど、まあね、本当に振り返ってもあの時って本当辛かったなと思うんですけどね。ただ、最終的にどうなったのかっていうと、やっぱり環境だったり、その地位肩書きっていうのは人を育てるんだなって、その後ね、ちょっと失礼なんですけど、でも今彼何やってるのか何年か前までは聞いてて知ってたんですけど、立場が逆転することって一回もなかったんです。僕は36で広告イベント業界を卒業してますんで、まあそれはなぜかというと、ここの1社から2年後に、僕はもう自分の会社があったからね、まあ、そこの大きなプロジェクトが終わって引き続きって言われたんだけど、当時はもう
もう少し何年か前だとここの社員になれたりだとか、うまくいくとここの社員になれたりだとかするようなことがあったらしいんですけども、僕たちの時っていうのはそういうのなくて、まあ、ごめんねなんて言われながら、まあ、僕は社員になる気もなかったけど、はっきり言ったらね、まあ、そこの、ね、社員だったとしたらグループ会社だったとしてもモテるしさ、今思ったらうわあの時しまったと思ったんだけど、まあ、そういうこともなかったんで、引き続きこのままやってくれないかって次の仕事を言われたんだけど、まあ、僕もねその時実は携帯電話がの販売にハマっていてというか、まあ、イベントの事業部、自分はここにいながら自分も実は派遣会社とか持っていて、だからそのこういう仕事のね、こっち降りてくるやつを一部こっからもらったりこっからもらったりみたいな風 でそうこうしてるうちに、まあ、その携帯電話とかも忙しくなってきちゃったんで、いや僕一回出ますって切ったんですよね。でその時にここの一社がその僕の仕事ぶりだとかを見ていて、いやーお前君会社やってるんだったらうちの会社と取引してくれないかって話になったわけですよ。つまりうちの会社と取引してくれないかと。でいいですよって言って、そこからこれ10年以上ですね、主にはもうここの会社を中心に下請けっていう形でやってはいたんですけど、まあいろいろ本当に理不尽なことだったりがいっぱいあったんだけど、まあそのもう一つその業界の理不尽さっていうと、もうここをね逆転することってできないわけです、このピラミッド構造の中で。それは今も下請けでそうですよね。例えば車メーカーを考えた時に、まあ、2時3時4時5時6時とかでもバーッと下請けがあるわけですけど、基本その序列が変わることってないわけですよね。でその当時はさっきまあ旗で殴ったりしてもいいんだみたいなことさらっと言っちゃったんですけど、仕事はその見て覚えろじゃないんですけど教えてくれないの。それなぜかっていうと、教えると取られちゃう可能性があるから。自分のところのね会社の社員とかだったらまたそれは別なんだと思うけど、そうじゃないやつらに何で仕事を教えなきゃいけないんだとっていうような、まあ、理不尽なこともあって、そしてその分かりやすく言うと、どれだけ頑張ってもバイトチーフになってなんか AD になれたとしてもディレクターとかにはなれなかったりプロデューサーにはなれないみたいな世界だったわけですよ。そこに所属している限りポジションを上げていかない限り、けどなかなかそこを超えていくっていうのは本当に難しくて、でも僕はもともとここにいたからたまたまラッキーなだけだったんですよ。ラッキーだったんだけど、つまりもう彼らが登ってくるよりもはるかにそのいい環境でもこの業界とに、まあ、の中で動き回れるような存在だったわけですよね。でなんで今日僕がこんな話をしたのかっていうと、もし今皆さんが現状にね不満だったりだとか、まあ、不平文句があったりだとかしたときに、今いる環境でそのじゃあ自分の不平不満を解消してそれがもっと良くなるのか、誤解してほしくないんですけど、僕は安易に会社辞めろとか全然思ってないですよ。企業独立しろって、企業家社員の専門家ですけど全然思ってなくて、何でもいいから飛び出せなみたいなことは全く思ってないんですけど、ただ考えてほしいのは、いつの間にか自分はもうその決まったこの枠のレールの中だけしか生きていけないんじゃないかとか、逆に言うとその他の世界をシャットアウトしてないのかっていうことを考えてほしいんですね。ちょっと今日の話分かりにくかったかもしれないですけど、もしここにいる子がですよ、自分で独立して会社を作ったんだったら本当に優秀だったんですよ。この子作ったんだったらとりあえずこの僕と同じ位置には来れたんですね。で当時あの時にその2年後用意ドンってやったとしても、この子の方がまだ優秀でしたから、この子の会社と僕の会社があったら、ここからきっともしこの子がですよ会社を作ってたとしたら、ここからねこの子の会社に仕事がね流れてたり、こことのうまく付き合いがあったらできたと思うんですよ。けどこの会社の何か条件に縛られちゃって、んと何年もここで無駄にしていて、最終的には1個上の、まあ、この辺の会社のところにステップアップしたんだけど、でもまあなんかそこまでで、
なんかもったいなかったなと思うんですよね。うん、僕は彼のこと大嫌いでしたから、ってかもうすっげーいじめられてました。ビチ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 と言われてましたね。まあ、どうでもいいんですけど。だけど、なんか当時の彼みたいになってる子が本当に多いなっていう。一生懸命その中で頑張ってやってるかもしれないけど、そのはっきり言ったらこの世界の中にいる、うん、例えば世の中で言ったらここってまあこういう世界があった時にこの子はここだけの世界の中にいたわけですよね。で笛不満に行ったところでここから出ない限り変わらなかったけど出なかったわけですよね。まあ、ちょっとぐたぐた長すぎた動画になっちゃって、着地点というかゴールがどこだったのかというか何を伝えたかったのかっていうなんか統括もしにくくなっちゃって申し訳ないんですけど、ちょっとね、まあ、最後にそうですね、綺麗にまとめとくか。ラックって運を良くするための運を味方につける法則っていうのがあるんですよ。ラック LUCKっていう、まあ、ラックの法則っていう、まあ、理論があって、ロケーションアンダースタンディングコネクションズナレッジっていう、まず一番初めにその運を味方につけたいんだったらその環境ですよね。ロケーションどこに身を置けばいいのかっていうのをまず考えなさいと。であとその、まあ、コネクションズ、どんな人脈ナレッジ、どんな知識を身につけたんだったらあなたはその今よりももっと良くなれるんだと、それを理解しろっていう。つまりその U の下にそのロケーションだったりコネクションズだったりナレッジだったりっていう、わかります？運を良くしたいんだ、今より状況環境を変えたいんだって言った時に僕たちがその変えるポイントですよね。うん、今日はこのまあロケーションのまあ話だったり、まあ、ちょっと一部人脈の話だったりもするわけなんですけど、僕に知識経験なんか全くなかったですから当時はね、ただまあ彼と僕と比べて、あ、今ふっと思ったんですけど、違ったのは僕は経営者だったってことですね。雇われて16万円で2年間ぐらい契約してましたけど、そこからなんか仕事もらってましたけど、それとは別に僕は自分の会社がありましたの で、さらにその2年前からこの業界のこと、この業界とも絡んでビジネスはしてなかったけど、まあ、似たようなねイベントごとのビジネスごっこをやってたりだとか、いろんなことやってましたんで、そうですね、最終的にはそういう、まあ、ごっこだけど、まあ、経営っていう、まあ、物の見方、視点、知識っていうのが僕の方があったのかな。まあ分かんないけど分かんないけど、だってなんかね今日の動画を見てなんか役に立ったかどうか分かんないし、長かったんで本当申し訳ないんですが、僕はさ、なんかもう今は現状に不平不満があったりやりたいことがあるとかね、自分のそのプラスやマイナスを解決するために、本当にその環境だったり人脈だったり、どんなね知らないことはできないから、じゃあ今知識を身につければいいんだっていう、現状にとどまってないで積極的にそれを外に求めに行ってほしいなと思うんですよね。一歩踏み出してみると良くも悪くも変わりますから。悪く変わったらっていうのもあるんだけどさ、まあいっか、もう今日の動画ダメだな。はい、今編集しません、期間限定になるかもしれないですけど、はい、どうもありがとうございます。で今日は、明日か、今名古屋ですけど、札幌に行きます。はい、飛行機飛べばいいよね。はい、ということでいつもありがとうございます。それではまた。